まあ確かに正常なのか異常なのかっていうのを言うのは難しいですねはいおはようございます早稲田メンタルクリニックの院長増田すです本日はえ精神科の病名をですねざっくりえ全体的に話そうかなと思いますで全体的に話すことでですねあの疾患同士の対比とか似てる部分っていうのは分かると思うんですね 似てる部分が分かったりとか違いが分かることで、まあ、自分の病気がどんな病気なのかっていうのがよりクリアに分かってくるんじゃないかなと思います一個一個の病名を見てるとですねあの病気を見てるとなんだかこれは自分なんだろうかこれは自分じゃないんだろうかとかであれよく分かなくなってくるんですよねなので複数の疾患を知るっていうことは結構重要です対比が出ることで差が分かりますからね と言いつつあの精神科の病名ってですねそういう部分もあるのでまあうんとか思いますけど、まあえー、今回でですね全体的なお話しすればその理由もわかるんじゃないかなと思うので、えー、病気をですねざっくり全体的に話そうかなと思います。 まずですね、えー、と一番右上から行きますか「えー、気質」って書いてるんですけれどもこれはですねあの体のの病気が原因でで起きる精精神神異常の精神疾患なんですね、えー、例えば1個目がステロイド精神病とかですね甲状腺機能低下症からくるうつとか、えー、脳炎ですね、えー、ウイルス性脳炎とかからくる、まあ、精神の異常を、まあ、気質性の精神病とか言ったりします。 まあこれはなんとなくわかりますよね。カードの調子が悪いから、なんかこう、気持ちの影響、気持ちに影響が出るとか、幻覚妄想が出るっていうことですよね。で、体の病気を治すことで、それらも解消するということです。まあなんとなくイメージがつくかなと思います。え、で、一時的なものを、まあ、専門とかも言ったりするので、まあ専門も気質の仲間っちゃ仲間なんですけど、まあ専門の場合は結構短かったりするので、ちょっと書いてないですね。はい。 えー、気質性の疾患はこれらに該当しますではないんだけれども、えー、何か脳に脳の問題があるんじゃないかって考えられたのは内因性疾患っていうんですね。 昔は、ですが、ね、ん因、内因、死因といってですね、分けたんですけれども、基質性疾患のことを外部の影響、外部の原因だから、がん因性疾患と呼んで、内部の原因ですね、内部の原因から来る病気なのを難因性疾患といって、ですね、まあ、気分障害のうつ病、双極性障害と統合失調症、この3つはですね、精神科の中でもちょっと特殊な病気として考えられていたということがあります。 実際ですね、薬が結構効いたりとか薬が必要だったりするのもこの難易性疾患ですね。で、えー、入院が必要になるケース入院まで発展するだから幻覚妄想とか気分によって支配されてまあより狂気に近いというか、まあ、了解不能とか言ったりするんですけど、まあえー、ちょっとあのよくわからないことが起きるのが、まあ、難易性疾患の特徴ですね。で難易性疾患は、まあ まだ現代,現代の医療では気づかれていないけれども将来的に何かその遺伝的なものなのか何なのか何かしらの形でその病気の原因がはっきりするんじゃないかという疾患を内性疾患と言います。はい で、これは、まあ、うつ病、双極性障害、統合失調症とかがありますね。で、えー、っと、うつ病に似た症疾患として適応障害っていうのがありますね。で、適応障害とうつ病は同じようなうつ状態になるんだけれども、適応障害の場合はストレスとか原因がはっきりしているものを適応障害と言います。で、うつ病はあまり原因がはっきりしないものを、まあ、うつ病と言ったりしますね。あと、うつ病の仲間で、えー、産後うつですね。えー 出産前後の、まあ、ホルモンバランスの変化でうつになることを産後うつ。あと、月経前気分不快症候群とか言ったりして、月経の影響でうつになる人たちもいるんですけど、それを月経前気分不快症候群といって、まあ、うつ病の仲間だと言われています。あとは、季節型うつですね。えー、として、まあ、冬が来たらうつになることを、まあ、季節型うつ病とか言ったりしますね。だから、これも、 まあ、この結局気分の問題っていうか、変異系の問題なんですよねだい、えー。だから気分の、人間の中にある気分とかエネルギーを司っているところが脳内のね、えー、ちょっと変になっちゃうっていう病気なんですよね、うつ病。で、同じような変異系としてはですね、不安障害っていう病気があります。不安を感じやすい人ってことですね。だからストレスをきっかけに、 え、体質も重なって、普通の人よりも不安を感じやすい人たちを不安障害と言ったりします。例えば、えー、まあこっちから行きますね。SAD、社交不安障害とか言ったりするんですけど、人前に出るのが苦手だったりとか、えー、 えー、人前に立つことが苦手だったりそ,れそういうことを想像するとすごく不安になる人を社交不安障害と言ったりまあ全般的に不安を感じやすい人いろんなところに不安を感じて常にビクビクしている人、えー、をまあ全般性不安障害と言ったりしますで不安が高まっていってこう動悸がしたり発作のような動悸が起きたりですね、えー 手足の痺れとか、冷や汗とかですね、死ぬんじゃないかという恐怖感に襲われることをパニック障害と言ったりします。で、パニック障害の人はですね、あの、外に出るのが怖いとかですね、人混みを避けが怖いとかですね、また発作が起きるんじゃないかといって不安に襲われたりするので、まあ、あの、不安障害の仲間に入ったりしますね。まあ、パニック発作自体は疲れとか疲労で起きたりするので、まあ、ちょっと適応障害っぽいっちゃ適応障害っぽいんですけれども、まあ、一応カテゴリーとしてはここに入ってます。 でえー、不安障害の仲間と昔考えれていて、最近は報酬系の仲間と言われたりするんですけど、まあ、脅迫性障害というのがありますね。脅迫性障害っていうのは、えー、自分ではやっちゃいけないと思いながらもやってしまう、えー。やめられないっていうのが、まあ、脅迫性障害です。例えば手洗いですね。もうこれ以上洗う必要がないのに、でも洗わないと怖いなとか不安だなとか、えー、いう形でやりすぎちゃう。えー、鍵閉め確認とか、えー 元の確認ですねあの、もしかしたら鍵を閉め、えー、忘れたかもしれないと言って職場まで行ったんだけど戻ってしまうと、えー、いうのは強迫性障害と言いますですごい不安に枯られた時にそれを手を洗うことで安心するんですね安心するから、えー、リラックスできるんだけれどまた時間が経つとですね不安になるで手を洗うと安心するそうすることでさこう報酬系と言ってですね病みつきになっちゃうんだよね なので、えー、とそれがそのその病みつきのこう脳内のサイクルが出来上がってしまってなかなかやめられないと言いますこの脳内のこのやめられない感じグ、えーッと不安になってこれをやったら楽になるだからまた不安になるとやりたくなるっていうのを報酬系とか言ったりするんですけどまあ強迫性障害も報酬系の仲間と言われています あとはですね、まあ、脅迫性障害というのはなかなか頭から取れない、なかなか変えられないっていうものなので、え似たような仲間として、溜め込み症っていうのがあって、いわゆるゴミ屋敷ですね、えふわ捨てられないんですねあの。またいるかもしれないとか、捨てたらどう、捨てたら困るんじゃないかと思って、なかなか捨てられないことを溜め込み症と言ったり、あとは、その特定の恐怖症ですね、一つのものが怖くて、そこから、こんなもの怯える必要ないのにと思っても、怯え続けてしまうっていうのを恐怖症とか言ったりしますね。 蛇だったり死の恐怖だったりまあ武器だったり地震だったりまあ何でもいいんですけどまああのあんまりいないですけどたまにいますね恐怖症とか言ったりしますで同じような報酬系の仲間としては依存症っていうのがありますね、えー、これもまああの分かりますかねアルコールだったりギャンブルだったり買い物あと性依存ですね、えー、あとは自傷行為とか過食行とも同じですね なので、ストレスがたまる、アルコールを飲む、楽になる、で、またストレスがたまる、えー、アルコールを飲む、えー、ストレス解消する。で、結果ですね、どん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 やめられなくなる。あの、アルコールを飲んだときだけ楽になる、また欲しい、また欲しいなっちゃう。ギャンブルをする、また気持ちよくなる、またやりたくなる、止まらないってやつですね。 これはまあ、依存症の仲間ですね。えー、セックスもそうだし、えー、自傷行為もそうですね。不安になる、えー、自傷行為をする、ちょっと頭がスッとする、えー、楽になる。で、また不安になる、えー、やってしまう。えー、食べる。過食応答も同じです。ここら辺依存症の仲間ですね。で、えー、っとですね、まあ、その、幻覚妄想が出るのを統合失調症と言うんですけれど、まあ、えー、 幻覚症統合失調症の場合は脳の病気としてはあるんだけれどもあのじゃなくてこうどこか心理的な抑圧、えー、なんか我慢してるから自己暗示にかけちゃう形でそういう同じような症状が出ちゃうことを まあ、帰りとか言ったりしますね。あとは身体症状症とか言ったりして、えー、なんで自分が体が痛いのかよくわからない。なんで手足が動きにくいのかがよくわからない。とか言ったりします。帰りの場合は記憶が飛んだりとかもしますね。だから自分で自分の暗示をかけちゃって、なんでそうなってるかよくわかんないけど、そう、そういうことになってます。で、自己暗示をかける原因っていうのはなぜかという、何かっていうと、例えば虐待だったり、まあ、家族の問題だり、仕事の問題だってあるんですけど、 もうその現実の目、問題をから目を背けるために自己暗示をかけてしまう。知らず知らずかけちゃうのを、まあヒステリーとか言ったりしますね。 ただですね、これもまた身体症状症もヒステリーの仲間とか言われてるんだけれども、実はほんそうじゃなくて体の問題が出た、あるんじゃないかっていうことが最近少しずつ分かってきていて、過敏性腸炎とか繊維筋痛症っていうのは、ただのここの問題じゃなくて、やっぱり体の中のなんかメカニズムがあるんじゃないかっていうのが、最近ちょっとずつ分かってきてるって感じですね。で古典的にはヒステリーっていうのはここの問題と言われてたんだけれども、えー、実は違うかもしれないというふうに考えられてると。 内因性疾患と、えー、因、あとそれ以外を心因性疾患とか言ってたんですけど、まあ、その心因性と内因性の垣根っていうのはだんだんこう取れてきたりしてますね。はい、あとは、まあえー、認知症の問題っていうのもありますよね、えー、認知症も、えー、幻覚妄想が出たりします、だから普通のアルツハイマー型認知症もあればですね えー、レビー小体型認知症って言って原、原子が出るものもあれば、FTD って言ってですね、前頭側頭型認知症っていうのもあるんですけど、それは、あの、性格が変わっちゃうような認知症っていうのもありますよと。で、あとはですね、性格が極端に、その、違う。なんかこう、人格としてちょっと、普通の人とちょっと違うっていうのをですね、人格障害とか言ったりしますね。 で、A 軍、B 軍、C 軍と分かれて、A 軍だとですね、有名どころだとパラノイアって言って妄想性人格障害とか、えー、あとはシゾイドパーソナリティ障害とかあります。だから統合失調症ではないんだけども、統合失調症のような,、えー、な性格の人たちのことを A 軍のパーソナリティ障害とか言ったりするんですけど、まあ、えー、いますね。パラノイアの人とかは結構被害的な妄想を持ったりして、 あの時にですね暴力的な形でを取ってしまう犯罪を犯してしまうこともありますでもそれはあの本人が悪いとか本人が悪いというかその被害的な妄想に支配されちゃった結果もう急阻猫を噛むような形であの、えー、暴力に発展しちゃうということが結構あったりしますね、えー、あとは B 群だと境界性パーソナリティ障害とか自己愛性パーソナリティ障害 C 群だと回避性パーソナリティ障害っていうのがまあ代表的というかまあ有名なところですねあとは知的な問題ですね知的な能力の問題として、まあ、あの精神発達地帯というか知的障害ですね昔でいうとか境界知能ですね知的障害ほどではないけれども普通の人よりもちょっと低めの人たちを境界知能といったりします あとは、えー知、知能の中でも凸凹があるパターン。全般的に低いわけじゃないんだけれども、一部苦手なことがあったりすると、まあ、ASD、ADHD という形で発達障害とか言ったりしますね。で、ここにはクオリアって書いてますけれど、だからなんかこう人間の心の構造がですね、ちょっと質的に異なるような感じがあるんですよね。だから僕らがみんなが赤を見た時に赤だって感じてるんだけども、脳内では同じような赤を感じてるかどうかわかんないですよね。 だから、えー、その、なんかこう、同じものを見ていて、言語とか社会的な部分では共通したやりとりができてるんだけれども、脳内では別のことが起きてるかもしれない。それは、その、それが極端な場合っていうのは、まあ、クオがここら辺の病気の特徴ですね。だからど、どこかですね、あれ、なんか、違うというか、 なんかこう外国の人と話してると言ったら語弊があるんですけどなんかちょっとその違うんですよね。うんな,んなんていうのかこの,この違いっていうのは口で説明するのは難しいんですけど、うんまあ、パー発達障害のような違いパーソナリティ障害のような違いっていう、まあ、他に例えようがないその質的な違いっていうのは、まあ、あります。 それは他の病気とはちょっとまた違う質感があるんですけど、まあ、これはまあ臨床経験がないと分かりにくいかもしれないですねはいであとは記憶ですね脳内の記憶の問題ストレスとか記憶の問題があって記憶本来だったら忘れるものが忘れられないっていう病気として PTSD とか複雑性 PTSD っていう病気がありますと えいうことですね、まあ、ここら辺がまあざっくり言う、えー、精神科の病気一覧って感じですね。でこここんなこと言うとですね正常と異常ってどういうことなのとかじゃあ何でもかんでも全部病気に病名になるんじゃないですかとか言われそうなんですけどまあ確かに正常と異常正常なのか異常なのかっていうのを。えー えいうのは難しいですね例えばその一番右上の外因性疾患とかであればですね気質性の病気がある疾患であれば、まあ、あの生物科学的な異常を言、えー、うことはか結構比較的簡単ですねあの炎症反応を見るとか、えー、甲状腺機能障害甲状腺機能だったらね甲状腺機能低下症によるうつだったら甲状腺の値で分かったりするので。 生物学的な特徴は特定しやすいんだけれどもえ他の病気に関しては、まあ、なかなかその生物学的な特徴っていうのはつかみにくいですね、うん、言ってしまえば認知症でさえねあの画像証券だけでは全部わからないですからねあとは心理学的な違いっていうのもあるんだけれど、うん、まあなかなかあの説明がしにくかったりします で社会学的な違いっていうのもあって結局その極端なものを病気というパターンっていうのはあるんですねだからこう,こういうものがあると病気だというも言えるしえー 例えば PTSD のフラッシュバックがあればそれは病気だとも言えるんだけれども逆に不安障害とかは全般性不安障害とい言ったら例えば誰の心にも不安なものってあるわけじゃないですかでもそれが極端なものを病気と言ったりですねここら辺もそうですね発達の凸凹具合だってみんなあるわけですよだけどその凸凹具合が極端なものをまあ障害で言ったり知的な能力に関しても いわゆる IQ 的なものに関しても、極端に低いものを障害と言ったり、でも極端じゃなくてもそこそこ低いものは境界知能で言って、まあ障害だよねと言ったりします。じゃあ、うん、まあそ、そんな話ですね。結構難しいです。で、まあ精神学っていうのはまあ臨床学問なので、えー、まあ今困ってる人たちを助けようとした結果、まあ少しずつ知見がこういうふうに溜まってるということですね。 だから、まあ、数学のようにですねあの完璧に決まってるとか物理学のようなきれいな科学ではないんだけれどもあのこ,ちらこれはこれでですね一つの科学として、まあ、日夜頑張ってるという感じですねはい、えー、ということで今回はですね精神科の病名をですねざっくり、えー、解説しました、えー、では以上でこの動画があります、えー、もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、えー、グッドボタンチャンネル登録あとシェアの方よろしくお願いしますではまた